んにちは、こんばんは。やっほー、ここです。おい、みんな、もう10月だぞ。はよ、風鈴を取れ。というわけで、今日は久しぶりのランチ動画となります。めちゃくちゃ久しぶりです。で、今日は主に肉団子ちゃん、主にミニランチューたちのことをね、やりたいんだけど、見て、肉団子ちゃんみたいに大きくなりました。で、もちろん日の丸福ちゃんたちもとっても元気です。仲良し。はい、何が、あの子たち用マンデオ見てこれ、肉団子みたいでしょ。あ、大きくなったね。大きくなったじゃん。大きくしかんよ。大きくならない。あ、まあそう、ならないようにしかんだけどもね。うん、よく生き残ってたね。あの子だから。ちっちゃくミニランチュとして育てようって言ってたのに、大きくなったのか、大きくしたのか。これから冬越しに向けて準備するにあたって、この時期にちょっと気をつけていることなどをね、やっていこうと思います。ぜひ最後まで楽しんで見ていってください。ミニランチューはね、去年の夏前に生まれまして、で、私はなんと、ゾウリムシだけを与えていました。主に張り子の間は、ゾウリムシのみで育てましたね。お腹いっぱいになってね、倒れちゃってる子もいましたね。この時はもうだいぶ大きくなってきたので、ミジンコをね、初めてあげてみました。こう選んでね、ちっちゃなミジンコを食べてましたね。こう常にご飯がある状況を作ってあげていました。いや、ここでもね、満腹で飼われちゃう子がいました。赤虫を綱引きしています。私ね、これ初めて見たんですが、もうびっくりしましたね。この時から赤虫をあげているんですけど、だいぶ色変わりが始まっています。さあ、この時はもう去年10月ですね。ここのね、この一番大きい子を覚えておいてください。ここに入れた時よりね、うん、まあ、じわじわ成長しないとは言ってます。これはね、初めての横身をした時ですね。大きい子いますね。あ、これはもう泣き、あ、あの子です。もうね、こんなにいたんですよね、この時ね。で、この小ささのまま冬を迎えて、まあ、冬眠に入ったんですよ。うん、これは冬眠の途中かな。容器はね、2つに分けてました。そしてこれだけの子が寒い冬を耐え抜いて頑張ってくれました。でも、この後屋外飼育場はアライグマに襲われてしまいました。親魚のところです。かつてはね、日の丸くんをはじめ、こんなにたくさんの子たちがこの船にはいました。まあ、競技式も入ってましたし、競技式とランチューの子、変わった子もね、泳いでましたし、あ、ほっぺちゃんもいましたね。そしてミニランチューたちを産んでくれたお母さんの白毛ブちゃんもいました。この子たちがいたという記憶は、これからも絶対に忘れることはないですし、大切なね、宝物です。でもね、この中でたった一人、一匹、日の丸くんが奇跡的にね、生き残ってくれました。日の丸くんは鱗が何枚も剥がれていたし、肉瘤もえぐれていました。もうとにかくね、生きてくれててありがとうと
本当に言いたいです。いつも思ってます。ただ親魚の船は被害に遭ったんですが、ミニランチュたちは被害に遭わずに済みました。本当に本当に良かったです。これまだ冬眠明けなんで若干ぼーっとしてますね。で、この害獣被害を受けた後、すぐにですね、最強の蓋を作りました。金網屋の鉄格子を使っていて、で、この蓋を船に穴を開けて、バインド線で止めるという考えにたどり着きました。あのね、絶対に蓋をこじ開けられないぞっていう感じですね。こんな大きな船に一人ぼっちになってしまった日の丸くんを見て、私はね、考えるわけです。ゆくゆくはここでね、日の丸くんと一緒にミニランチュたちを、泳がせてやりたいなと、一緒にね、一緒に船で過ごしてもらいたいなと思いました。おいでおいで、おいでおいで、おちびちゃん。てなわけで、ミニランチュたちが大きくなってもらえるように、もう一個船を用意して、そこにお引っ越ししてもらいました。あれ、日の丸、どうぞ。はい。キャー、感動。仲間が来たよ。日の丸、福ちゃんです。今年の5月、師匠のところから福ちゃんをね、お迎えしました。もう日の丸くん見ててわかるんですけど、ものすごく喜んでる感じがわかります。一人になってしまった日の丸くんにね、仲間ができた瞬間です。これ私すごいびっくりしました。で、焦りましたね。一人のね、女の子をね、みんなで一生懸命追いかけているんですよ。みんな追い帽子が出ていて、この先頭の子が女の子、頭にね丸いポチってあるのがちょっとかわいそうで隔離をしたと思います。で、今年の夏かな、はい、ろ過をここ一つ増やしました。増量しました。日の丸くんと一緒の船で泳がせるぞって思ったあの時からですね、ご飯を1日5回与えているので、結構もう大きくなってくれましたね。もうこんな感じでミニランチュとはちょっとね呼べなくなってしまったんですが、まあ今もミニランチュと呼んでるんですがね、本当にもうね、肉団子ちゃん並みに成長してくれましたね。今は亡きしおれぶちゃんが残してくれた子たちなので、本当に大事にしています。宝物ですね。さあ見ていきますが、ちょっと結構な汚れだね。あの猛暑の時は、3日に1回は水替えをしていたんですけども、もうねだいぶ涼しくなってきたんで、1週間に1回のペースで水替えをしていました。で、今日1週間水替えしてから1週間後なんですが、いやーすごいね、すごいよ、すごいけど、あのグリーンウォーターにならず透明な水のままで、いてくれてます。これもね、途中から増やしたこのろ過のおかげかななんてちょっと思ったり私はこの時期の水替えは、そこに溜まったこの汚れゴミを取ったりして、きれいにしすぎないです。で、もちろん露材などもね、洗っていきます。最近このここの指がすごく痛い。打撲みたいな痛みがずっとある。なんだろう。よいしょ。軽く。キ
急に過ごしやすくなったじゃないですか。まあ私たち人間とかは。でも金魚たちにとっては、ね、水温変化が激しいなと思うんです。あー雨が、これは寒いな。あー寒いわ。あーもう一雨ごとにもう寒くなってきますね本当に。なので私は急な変化を起こさないようにしてあげてます。やば、おだいぶいいじゃん根っこが。これ弱ってた観葉植物たちを露材の上に置いといたら復活してました。すごいですね自然の力。下の方の露材もゴシゴシしなくて軽くこうすすぐ感じ。うん、ハンバーグ温めとくまだいい？え、ありがとう。あ、温めとくね。うん、はいはい、何やお掃除。ママ可愛いね、ベビーオイスターみたい。すごいよ。もうね、秋なので猛暑の時と全然こう水温が全くね違うので、こう水を入れる際にはこの水温の差に気をつけたいっていう感じです。はい、日の丸くんたちの方も含めてね、今水替え終わりました。この子たちにとってね、体の負担が大きい時期になるんで、水替えは全量やらないです。とにかく慎重に、私は急激な水質の変化がないように、慎重に慎重にって感じです。そうなので私の場合は、きれいにしすぎないってことを頭に入れてやってます。あとはこの水替え後に体調を崩してないかなってこう眺めてチェックするのも大事かなと思ってます。見て見て、側面の苔をね頑張って食べてる。これもいいよね、お通じに良さそうじゃないですか。ね、自然のご飯というか便秘の子にいいかなって感じ。便秘知らずというか、いやもうかなり大きくなったんじゃないかな。ちょっと後でね、一匹ずつじっくり見ていきたいと思います。いやー、かわいい。あと、このね、頑丈豚。はい、アライグマ対策の時に作った、この鏡鉄格子のね、頑丈な蓋なんですけど、これはいいんだけど、この止めているバインド線が、やっぱ雨で、だいぶ劣化していました。なので今日はこの替えも用意したいと思います。元気か？お肉団子八や。いやもう三つ目数がんとこに入りよう。飲み込まれんで。待ってちょっと今日すごい黒いもん今日。蜂取る人みたいじゃないママ。今日は一匹ずつ見ていこうと思うんですけど、ちょっとその前に餌ご飯のことです。私は、なんだろう、健康第一で、長生きしてもらいたいっていうのがあるので、みんな可愛いんでね。なので、これです。消化にいい餌を毎日、年がら年中あげてます。
特にこの時期は水温も下がって消化しにくくなってくるので、今日は23度かな。うん、食べなさい食べなさい。はい、では見ていきましょうかね。はい、どうしようかな。2、3匹ずつここに入れてちょっと見てみたいなと思います。おいで。あー、すごい。あー、じゃあどうしようかな。いいよ、よいしょ。はい、まずはこの2匹、西岡さんとイクラちゃんです。温州みかんのね、品種で西岡みかんってあるんですよ。それに似てる。で、あとおげこにイクラをつけてるから、これはイクラちゃん。で、特にイクラちゃんの上身は私はね、ずっと見てられますね。尾びれに入った模様も素敵。うん、西岡さんの尾びれも変わってますね。はい、横から見るとイクラがよくわかります、これは。で、ちょっとかがんで下から見てみると、顎のところがオレンジになってるんですよ。これは今知りました、びっくり。で、西岡さんのね、この口の開き方、開き方が私すごく好き で、特に下唇が結構前にこうビョーンって伸びながら出るんですよ。で、それがね、もうどうしても腹話術の人形さんみたいで可愛いんですよ。はい、あと多少ふんたもあってね、可愛いです。次はこの2匹、キミマロとフエキくんです。お顔が黄色いのでキミマロ、あと海苔みたいなやつなんでフエキくん。あ、横見の時に多分わかります。尾びれもいいね。横見行くと、あの帽子かぶってるみたいになるんですよね。とっても可愛い。いや、もう黄色い顔かわいい。よく見たら二重のとこアイシャドウしてる。うん、フンタンもね、ちゃんとありますね。いや、めっちゃ押されとる。ちょちょちょ、やめなさい。はい、次はこの2匹、巾着とモナコです。これはフォルムが巾着っぽいなっていうのをね、おびれまでのと、あとモナコの国旗っぽかったんで、パッと見この子たちはね、このね、横見かな、横見で見た時の正面から見た顔、丸々しいんですよね。とってもね、丸みがある。で、粉感もね、あるし、この口を開けた時のこの顔がたまらんのよ。いいね。おお。で、このね、口を開け閉めしてる時のこのうんってなる時のうんっていうのがいい。パクパク、うんうんみたいな。わかるかな、これ。はい、次の2匹はアンコールくんとトビアユです。これ色が濃いんですよ、すごく。なので赤みが強いオレンジということでアンコール。で、こっちは上身じゃあんまわかんないけど、コシガカなんで、岐阜名物のアユガシからトビアユって呼んでます。アンコールくんはもうなんていうの、とってもやっぱ鮮やかで身が締まってる感じ、ギュッと太くてね。うん、で、しか見えないな、ほら、コシガカなんですよ、トビアユは。もう絶対的にアユガシ。まあ、背中がね、ちょっとこうなってるんでね、ふわふわふわっとね、上がってきちゃうね、お尻がね。まあ、こういう子もいます。いや、でもね、逆にこういう子も可愛いなって。上がっちゃうのねって。お顔も見て。可愛いでしょう。ふんたんもあります。ふわふわっと上がっちゃうね。まあ、いろんな子がいるんでね、とにかく元気であってほしいなーって思いますね。はい、次はね、京錦ちゃんと口紅ちゃんです。はい、いや、もうね、綺麗よね、京錦はね。こう尾びれにね、スーッとね、黒いのが入って、で、あと口紅ちゃんの模様もいいね。
このね、京錦ちゃんがね、ちょっとずつ太ってきてくれてね、ちょっと安心してます。細かったんでね。で、口紅ちゃん見て。口紅でしょ？行かないで。口紅見して。はい、最後はこの3匹。日の丸2号とキャンディーとおちびです。このね、2匹、綺麗な四つ尾ですね。私、おちびの尾びれ好きですね。おお、綺麗だな、本当に。尾びれ綺麗。キャンディーはあの、飴みたいなんで、大きめの飴ね。こう、綺麗な赤と白に分かれてるよね。しましまというか。このね、日の丸2号くん、覚えてますか？最初の方で覚えておいてくださいねって言ったあの子、飛びっ子のあの子ですよ。こんなに53匹の中で一番大きい子なんですよ。いやー、立派になりましたね。お顔も大きいし、この尾びれもいいしね、背中もいいなと思うし、このおちびちゃんはね、ちっちゃいけど、こう全体的のバランスが好きです。形がいいよね。お、日の丸2号、フンタンが出てて、クレヨンしんちゃんみたいで好きなんですよ、私。かっこいいな。このさ、しましまのキャンディーちゃんもさ、バランスいいな。お顔もフンタンもあるし、なんかさ、バクみたいじゃない、模様が。あ、やめよう、キャンディーやめよう、バクにしよう、バクちゃんにしよう。正面の顔かわいすぎて溶ける。なにこれ、左右の目色違うんだな。ね、日の丸2号くん。なんて可愛い肉団子ちゃんなので、ちょっとさ、うんちげちゃってるとこもまあ可愛いね。可愛すぎるね。この口をハム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 してる、もうハムスターみたいな。ほっぺもいい、いいです。お、素晴らしいです。待って、肉流もさ、これからさ、出てきそうじゃない？え、いや絶対肉流これ出てくるよ。だってモコモコなっとる。さっきよりいいかな。今日も雨です。今回はミニランチュウがね、ここまで大きくなってくれた道のりを振り返ってみていったんですけど、目標は日の丸くんとか福ちゃんのように大きくたくましく、なってほしいと思ってます。ただね、もう今日もそうなんですけど、もうこの時期寒暖差がすごいです。寒いしね、もう雨も多いし、なのでもう、まあ今日雨降るだろうなって時は餌をやらないとか、水替えの時にもう水温差に本当気をつけるとか、もう金魚たちの負担にならないように考えてね、行動していきたいなと思います。寒い、なんで半袖なんや。今回はちょっと長く動画を作りましたが、最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。心よろバイニャー。